にちは。キミキス実況プレイやっていきたいと思います。4週目ですか。待てよ、今回4人目なんで5週目か。結構やってんな。やっていきますか。前回までね、うどん屋の娘里中なるみちゃんルートやってました。で、今回からまた新たなヒロインやっていくんですけれども、まあ、どの子にしようかなっていうところで、もう決めてます。ね、もう皆さん映ってるでしょ？このね、星野ゆうみさん。やっていきます。俺の声今遠くなった、もしかして。あのね、トリセツを撮ってましたね。星野ゆうみちゃん。本作のね、メインヒロインポジションなのかな？パッケージのね、パッケージにいる、ヒロインですね。やっていきます。最近パーソナルなね、データ、読むか。星野ゆうみ、内気なヒロイン。性格、おとなしく内向的。真面目で人を嫌がることを率先してやる。人見知りしがちで、はにかみ屋さん。クラスは、主人公と同じ2年 A 組。所属は図書委員。好きなこと、本、お掃除、整理整頓。嫌いなこと、人前で話す。目立つこと、趣味は読書。血液型は A 型。ね。俺んちも掃除してくれんか。できんわ、整理整頓と掃除は。そんなね、割と、趣味とかも割と家庭的なのかな。ただね、そう、見てもらったらわかるとアルバムにね、映ってない。この二つも、図書室行ったら必ず出会える、その見れるさ、イラストなんで、いや、見ていきたいですね。割とね、初見で仲良しルート、に行ったんですけども、それ以降は全然なんで、割と合ってるのにね、お話的には合ってるんだけど全然なんで、やっていきましょう。よし、始めから先輩の名字を入力してください。これが楽しいよな、クリアした後のこの声履歴。先輩の名前を入力してください。かわいすぎだろ。やっぱ春彦で行きますぜ。スキップやりましょう。最後ね、前回そのなるみちゃんの最後の方で一週間早くすべてのイベントを見た後、なんかねだらーっと過ごしたんですけど、そこちょっとどうしようかなっていうのはあるな。まあ、あんま早く終わらせても面白みがないっていうことがね分かったんで、分かったって言うとあれですけど、まあ、そこまで急ぐ必要もないのかなっていう。まあ、急いだら、早めにキビナ祭見れるよってだけで。まあ、それ以外のあれはなかったので、とりあえず、じゃあこれ名前変更して、作りますか。うわぁ、どうしようかな。はい、ってことでね、名前変えました。ちょっと今までで一番、なんか、微妙だな。まあ、全部、まあ、どんぐりっちゃどんぐりなんですけど、まあまあまあ、星のお姫様でね、やりましょう。で、ちょっとね、編集、内容も編集して、まあ、言うても委員会のね、やつを前に出して、ちょっと読書、一つ多めに入れたっていうぐらいですけども、おしゃれを減らして、まあ、その二つを入れたって感じですね。はい。じゃあやりますか。で、7のイベントは今回は特に気にせずにやっていこうかな。よくわからん、7。まあ、パターゴルフも見たし、まあ、イラスト見ようと思ったら多分、7のお話、ここで7を聞くよりも、学校でね、適当に1年教室とか見た方がいいかもしれない。じゃあ行きましょう。まず図書館、おらーって激バカかもしれん。行くぞ。図書館、一本釣り。いやー。なんとなく図書館に来てしまった。やることもないし、本でも読むか。ああ。で、今回もね、クリュウめぐみちゃん。クリュウめぐみちゃんは会わないです。急ぎます。学校に行くときは。これがいいよな。ちょっと、馴染んでる感じ。馴染んでないよな。でも、馴染んでるけど馴染んでない感じするわ。何なんだろう、こんな感じ。あ、何か本を探してるの？ん？え？
いやー、何度も見たこのイラスト、それでもいいな。何度も見たけどいいよな、これな。かわいい、かわいいな。星野さんって確かあのヘアピンなんだよな、イラストは。そのアタックの時も。どうしてそんなに驚くの？あれヘアピンだったっけ？確かヘアピンだった気がするんだよ。本じゃねえんだよな。なんでなんだろう。本じゃなかったような気がするんだけど、本だったらどうしよう。なんでそんなところに座ってるのかなって思って。え？だって私図書委員だから。そうっすよね。え？そうだったっけ？ごめん。俺もう留年してっから、もう5年生だからさ、俺知ってんだわ。ううん。いいの、気にしないで。私、目立たないから。そんなことないけどな。なんなら一番俺の君キスに対してその介入してきてるけど。よく会うよ、なんだかんだ言って。可愛いからさ、おとなしいからっていう理由でさ、目立たないわけないんだよね。みんな見てるんだって、それ。可愛いってだけで、人は見ます。正直。学生は見ます。あなたとも、一年からずっと同じクラスなのに、あんまりお話ししたことないし。そうだね。でも星野さんのイベント、ストーリー見るんだったら、プロローグスキップせんはよかったかな。なんで憧れてるかをね。プロローグで話すからさ。何か本を探してるの？なんで憧れてるかっていうか、憧れてるんだよなってことを教えてくれるもんね。え？あー、ここね、おすすめの本はあるかな。いや、会うだけでハートが増えるだなんて、もちろん。やっぱヘアピンだ。今話題の哲学書はどう？なんか思い出のヘアピンなのかな。なんかどっかで実は話したことがあるみたいな。ううん、それが漫画の挿絵なんかもあって、すごく簡単で面白いの。とっかかりやすいよな。俺もそういうのあるとやっぱ読みたくなっちゃう。三国志とかもさ、やっぱ漫画よな。やっぱ小説ってか、その活字もあるんだろうけど、漫画の方が入りやすいし、日本の歴史みたいなね。小学校の図書室でよく借りてたけど、ああいうのおもろい。世界の偉人とか、日本の偉人とか、漫画形式で教えてくれるのはね、割と、なんか、ワクワクしながら見れるから。まあ何、だからって言って覚えてるわけではないけどね。実際の例を挙げながら、人とは何か、恋愛とは何かを教えてくれるのよ。え？恋愛とは何か？へぇ。ちょっと待ってて、取ってくるから。ありがとう。でもこのイベント見たの初見以来だ。初見の時確かこれ選んだ気がするんだよな。その八方美人プレイしてたからさ、まだ読めって言ってないのにね。やっぱ好きなことは喋るべきよ。早口で喋るんかな。好きなことになると早口になるって、でもわかるわ。思いが溢れるもんな。それに対して引かないでほしい。お、あ、なかった？なさそうだな。ごめんなさい。借りられてるみたいで。人気作かよ。ごめんなさい。貸し出し済みの本を勧めるなんて、図書委員失格ね。引っ張りすぎ、それは。気持ちを引きずりすぎ。ありがとう。なんで分かったんだろう。その場所になかったからないですねみたいな。そう言ってもらえると嬉しい。じゃあ行くね。え？あれ？あ、言うよね。あ、言った。来たぞ。何？やっぱここよな。これまであまり話したことなかったけど、これからはちょくちょく話しかけてもいいかな。え？それって友達ってこと？あ、そうダメかな。ううん、びっくりしただけ。
私、友達少ないから。これが通るのがすごいよな。アタックよりもきつくない？ちょくちょく話しかけてもいいかなって、この一言でも。入りはもう多少がっついた方がいいんかな。がっつくでもないやろうけど、これの場合は。え、すごいよな、キビナサイのためにさ、気持ちをさ切り替えてこんな行動力出せるのすごいわ。ギャルゲーの主人公ってすごいよな。行動力化け物よな。行動力と実行力。ありがとう。私も頑張ってあなたに話しかけてみるわね。と、それは嬉しいわ。え、じゃあ、うん、お友達ができて私も嬉しい。やった。1年半友達になりたかったって、憧れの人とね話せなかったから、これ嬉しいやろうな。ええ、向こうはどう思ってるか知らんけど。ええ、またね。またね。委員会頑張ってね。やった！星野さんとお友達になったぞ。よーし。図書室な、選んだはいいけどさ、その、サブキャラクター、まあ、奈々と先生、川田先生、会うんだよな。ともちゃんね。これといって誰もいないな。で、ここで出会ったことないんよな、一回。あったっけな？俺が話しかけてないだけかな？ここで出会ったらイベントとかありそうだけど。いないんかい？はてなあったやん。ナナはいてくれよ、それで。あ、いる。星野さん。そりゃそう、星野さんしか会ってねえもん。星野さん何やってるの？やっぱり、しょっぱな、あれだよね、アタックというか、最初の会話を成功させるためには、絶対いるだろうってところを、押しまくった方が確実に話はできるね、最初は。途中からだと、他のキャラクターがね、入ってくるからさ。嘘だ。ごめんなさい。今語ったのに。ちょっと、行かなきゃならなくて。嘘だ。そっか、じゃあ俺も行くとこあるだろう。じゃあ、私、急ぐから行くわね。委員会かな？委員会の仕事かな。授業の準備とかだったら俺も行くべきだけどな。え、また同じクラスなんだから。あー、どっか行っちゃった。悲しい。誰いたっけあんた。お前食堂にもいなかった？食堂にもいたやつだよな。あれ本持ってたのか。てか放課後こそいるだろ、星野さん。いなきゃ。うわー、川田さん。ももちゃん。あ、なんすか、なんか探してるんすか？そうじゃなくて、3年生の受験勉強に付き合ってたのよ。親身よな。大変っすね。そんなことないわ。生徒の成績が上がると私も嬉しいもの。なるほど。それにしてもね、大変ですねじゃないわよ。え、そんな人事だと来年の今頃苦労するんだから、今のうちからしっかり勉強して。あー、先生失礼します。お疲れっす。こら、まだ話は終わってないわよ。どうしよう、内申点に響いたら。今の発言でこうして川田先生が逃げ出した。運動の話題が増えたとかないかな。川田先生とナナ増える時と増えない時あるからな。あとアキラね。アキラは体育、あ、プールに行くと出会いがち。いやー、マジか。あっこ話せなかったら割と痛いかもな。3日目も図書館ラッシュするか？ 2 年生もいいけど、出会ってない時の2年、いや、これ2年は全然ありっちゃありなんだよな。てのも、あ、でもこんだけハテナで図書来るんだったら行くべきだ。2年生って4人いるけど、今出会ってるのが、星野さんだけだから、2年はありなんだよな。まあでも、でも図書でいいかな。めちゃくちゃ頭悪いな、今回のこれ。激バカじゃない？よしよしよし。まあ行くしかない。朝からおるな、図書室。あ、最初の休憩時間でそうそう長くねえだろ。長いことなくない？なんでこんな人いんの？忙しいな、この学校。ごめんなさい。
ちょっと行かなきゃならなくて。やっぱの、あ、後々考えたらなんか あんなにグイグイ来る人だと思えなかったと思われてんじゃないの。少ない友達に相談してやめときなさいとか言われたんだよ。じゃあ私急ぐから行くわね。いや、ついてくって。ついていくよ。え、また。授業の準備であればついてきます。それ以外なら諦めます。誰もいない、怖。さっきはいたのに。あれ、どこのあれなんだろうな、カテゴリーなんだろうな。マジ誰もいない。いてくれ。いねえ、ここマジ誰もいねえ。はてな、何だったんだよ。はてなに重みがねえよこのゲーム今。お、お、お、これは誰だ。あー、もうあれか、横で読んでるやつかな、イラスト的に。あ、いいな。あ、あの窓、あー、やっぱそうだよね。唯一見たことある二つをもう出してしまった。星野さん、集中してる。めちゃくちゃ集中してるわ、この表情。なんかキリッとしてない割と。星野さん、もう気づかんねや。うー、返事がない。よし、こうなったら覚えて。星野さん、はい。怒られるわ。ごめんね。ごめんごめん。何度か声かけたんだけど気づかなかったから。え、そうなの？そうなの。ごめんなさい。私、本を読み出すと夢中になっちゃうから。かわいい。何の本を読んでたの？ミステリーもの。気持ちから涼しくなろうと思って。ミステリーってそんなホラーチックだっけ？ものによるか。うん、まだまだ暑いからね。ええ、あなたは最近何か本を読んだ？あ、え、うん、まあまあね。そうなの？どんな本？あ、怖い。えら、うえい。え、恋愛小説？恋愛小説を読んだよ。と言っても、ずいぶん前なんだけど、まあ、読んだには変わりねえよ。え、好きなの？恋愛小説。まあ、まあね。偶然ね。え？私も、恋愛小説が一番好きなの。マジ？恋空とか。やった、会話してないのにハートフェイダー。へえ、そうなんだ。じゃあそろそろ行くよ。読書の邪魔しちゃってごめん。この時期で携帯小説ブームだった時でしょ。マジ恋空あるな。おお、私も楽しかったから。あの人今何書いてんだろうな、恋空の人。おお、すげえすげえすげえ。あと一回会話するだけなんだが、出会ってくれ、頼む。なんで出会えないんだよ。会話ができないんだって。おい、ナナ。お兄ちゃ ん、何やってるの？え、星野さん待ってる。読書？それとも勉強？え、どっちもないよ、ただ涼んでるだけだ。本当？やった。え、やった。何が？ねえねえ、英語教えて。高校に入ったら文法がすごく難しくてよくわかんないの。英語か、また今度ね。どうして？どうしてって、ああそうだ、用事思い出した。もう行かなきゃ。あ、お兄ちゃん待ってよ。さて、忙しい忙しい。もうお兄ちゃんの意地悪。ごめんな、ほんと英語だけはほんと無理。マジかよ、今回8打数0安打、マジ？くそ、うまくいかんかったな。まあでも、なんか知らんけど増えたな。星野さん、ハートっていうか、ゲージ4つ増えた。いいよ、入って入って。もう次回もあれだな、ハテナ狙い行くか。どうしたのお兄ちゃん。ん？評判教えてくれ。うん、いいよ、ちょっと待ってね。はい、多分こんな感じかな。教えてけろ。
いやーこれすごいな、こんな上がる。ありがとうありがとう。間違えてたらごめんね。いや、サンキュー、ナナ。うん、おやすみ、お兄ちゃん。おやすみ。どう、まあ一旦ここで終わる。まあ、仮に会話ができたらイベントで割と長くなりそうなんで、さすがに変わらんよ案件これ。まあいいか、セーブするか。まあ初日やしな、短めでもいいでしょう。こっちかな。結局うまくいかんのよな、こういう感じで。どうやったらその仲良しとか好きとかいい感じに分けれるんだろう。難しいわ。よし、セーブして。じゃあ今回はここで終わろうかな。いや、ちょっとプラン的にはもちろん星野さんをね、どんどん進めていくんですけども、いや諦めきれないんだよね、会話。他の女の子との会話諦めきれないからさ、仲良しの方も行きたいじゃん、やっぱ。いやーでも今の俺の力じゃ無理なんだろうな。まあしばらくは普通に星野さん進めていきます。もしかしたら四条さんルートみたいに四条さんだけ話し続けるパターンになるかもしれんけど、まあそれは分かんないですね。はい、まあ、とりあえず終わります。見てくれた方ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。バイバイ。